はい、では行きましょう。第1問の2ですね。自然数 mn に対して不等式ログ2 m の3乗足すログ3 n の2乗小なりイコール3を考えるよと。m イコール2 n イコール1の時ログ2 m の3乗足すログ3 n の2乗はって言われたか、もうこれ代入したらいいですよね。代入するだけです。見ていきましょう。ね、m が2 n が1の時ここに代入すると2の3乗やから8ですね。ここを1代入すると1の2乗やから1になると、ログ2 8足すログ3 1はっていう計算だけですね。ログ2 8っていうのは3やし、ログ3 1っていうのは0やし、3足す0になって3になると。でもここから厳しい人はね、もう多分この後見てもわからないと思います。ログの基礎知識を再確認しておいてくださいね。リンクも貼っておきます。で、その次 m が 4 n が3の時と、これもさっきみたいに同様に4代入してね、4の3乗やから4416の4倍で64で、ログ2の64ってやっても別にいいんですけれどもね、多分こっち使った方が早いですよね、多くの人にとっては。これ何やっていうと、ログ am の形状っていうのはこの k を前に出して k 倍のログ am にできるっていう性質ありましたよね。これを使った方が圧倒的に早いです。だからこれもこの3っていうのを前に出して3倍のログ 2m 足すこの2を前に出して2倍のログ 3n っていう風にした方が早いよねと。そしてこの m と n に4と3を代入したらこういう式になりますよね。つまり 3× このログ 2,4 っていうのは2、ログ3の3っていうのは1だから 3×2 足す 2×1 で8と分かるっていう風な流れですね。で、これでここまでできたと。そして、まあ、ちなみにというかね、まあ、メインなんでしっかり見ときたいですけれども、ターっていうのは8やったから、この範囲には収まってないよね、と。で、M イコール2、N イコール1やったら収まってたよね、と。っていうことですね。このセンターさんの目的は、この不等式を解いていきたいと。で、不等式4を満たす自然数 MN の組の個数を調べようと。4はこういう風に変形できるって言ってるんですね。で、この4とこれを見比べた時に真っ先に思うのが、あ、3乗なくなっているっていうことですね。3乗なくなっているっていうことはこれ前に出してるだけやと。だから先のねことと全く一緒ですね。この3倍を前に出すとか2倍を前に出すとこういう式になるよと。そして求めてくれって言われているのには係数、ここの3がなくなっているんですね。ということは3で割りゃええなと。ということで3で割る、もしくはかける3分の1ですね、ということをしたらこの式になるよっていうことですね。これで5まで完成しました。で、 n が自然数の時ログ 3n の取りうる値の最小の値は、取りうる最小の値は等であるから、これは何って思うかもしれへんけど、具体例考えたらそんなことないですね。単純ですよね。 n が自然数っていうことは n は1とか2とか3とか4とか5とかっていう感じで増えていくんですね。だからもし n が1やったらログ3の1だから、これ値何ぼなりますか、3を何乗したら1になりますかということで0ですよね。ログ3の3は1、ログ3の9は2っていう風に増えていくんですね。だから最小値はもう n が1の時で、ログ3、1の最小値は0ってわかるんですね。具体例を考えればもうすぐにわかることですと。つまりここが、0って分かったんですね。n が1の時に0って分かったと。そしてこの今分かったことと5によりログ 2m の範囲も分かるよって言ってるんですよね。というのも今分かったこやつの最小値は0なんですね。で、足し算して1よりちっちゃくなってくれって言ってるんです。だからもしこいつが0やったら、もしこいつが0やったら、こいつはなんぼじゃないとあかんかっていうと、1ですよね。もしこいつが1やったら、こいつはなんぼじゃないとあかんかっていうと、0ですよね。やから、こういう風に考えると、ログ 2m っていうのはどれだけ大きくても、1なんだ。っていうのがわかるんですね。ログ 2m はどんだけ大きくても1なんだと。だから、あとは、この不等式を解くために、ログの不等式っていうことは、両方のログの形にすればすぐわかるんでしたね。底を揃えてあげて、そして、もし、この底の部分、A、ここですね。こいつが0と1の間なら、この不等号は逆転する。逆向きになるんでしたね。そして、この A の部分、底の部分が1よりも大きいなら、この不等号はそのままになると。っていうことですね。この不等式を解くために僕らが目指すことは、この1っていうのをログになんちゃらの形にしてあげるんですね。1はログに何かなと。で、これ意味考えたら簡単ですよね。
2を何乗したら1になるかなと。あ、ごめんなさい、間違えました。2の、1乗ですね。2の1乗なんで、ここは2になると。ただそれだけですね。ここを求めたければ、これのこれ乗をしてあげてくれよと。なんで、2ってわかりますと。ね。そしたら、これ、定が揃って、この2っていうのは、1よりも大きいから、この代償関係はそのまま。なんで、m は2よりもちっちゃいとわかりますね。で、m っていうのはさらに自然数やから、2よりちっちゃい自然数なんで、1か2っていうふうにわかるよと。っていうところですね。この通りです。はい。で、次、裏ですね。よいしょ。じゃあ、m が、なーの場合、なーっていうのはさっき求めた、こいつですね。m は1または2とすると。つまり m が1の時です。m が1の時、この丸の号の式っていうのはこうなるよと。代入するだけですね。ここに m イコール1を代入すると、ログに1なんで、これ0になると。つまり残ったのはこいつだけ。なんで、3分の2ログ 3n、小なりイコール1になるっていうことですね。ここに1代入したらこれが0になるから、ここが0になるんですね。残るのはこれだけだよと。そして、これを2分の3倍してあげたらいいですかね。2分の3倍してあげたら、ログ3への小なりイコール2分の3となると。で、ここからもね、解いていくんやけれども、ね、ここまで分かったけれども、ここですね。ログ3小なりイコール2分の3になると。求めろって言われてるのは n2 乗小なりイコールって言われてるんです。n2 乗を求めろって言われてんねんから、こっから一番シンプルな方法としては、両辺を2倍して、ここに2つけて、これを上に乗せてあげたらいいんですね。さっきまでやってたこいつの逆です。そうすれば、単純ですよね。だから、これ2倍してます。両辺をね。そして、これ上に乗せてあげたら、ログ 3n の2乗になりますよね。あとはこのこいつの3を、ログ3何っていう風に式変形してあげたいんですね。よいしょ。で、これが苦手な人がね、結構慣れるまでは多いんですけれども、なんてことはない。ここっていうのはこれのこれ乗ですね。つまり3の3乗が入りますと。で、理屈考えるならね、これなんか公式っぽく書いてくる。公式でも何でもないんですね。ログ2の8が3ということは、8は2の3乗でしょと。ね。ただここ、これだけなんですね。ここはこいつのこれ乗ですよねと。だね、僕らは今この3をログ3にしたいっていうことは、ね、ここが何かな、m を知りたいねんから、これのこれ乗してあげたらわかるよね。っていうだけの話です。もしくはね、意味考えると式でなんか機械的に考えたりなら、3は 3×1 ですよね。3は当たり前です。3は 3×1 です。そして1っていうのはログ3の3っていうふうに変形できますよね。こうしてあげたら、あとはこの3を上に乗せてあげたら、ログ3、3の3乗ってできます。どっちでもいいです。自分にとってやりやすい方法でね、この3はログ3の27っていうのを導き出してあげてください。であとは定が1よりも大きいから、この不等号の代償関係はそのまま決まるんで、n2 乗は27よりちっちゃいと。っていうふうになりますね。で、2乗して27よりちっちゃい。で、さらに n は自然数だよと。ということは、n は何本まで OK ですか？これ5まで OK ですね。というのも、n がもし6やったら、n2 乗は何本なりますかっていうと、36になる。だからこれはもうダメだと。n は5までだねと。ということで、n 小なりイコール5というふうにわかります。ね。だから、もし m が1やったら、この mn の値の個数は、n イコール12345の5なんで5個あるよと。っていうことですね。で、同様に m が2の時も計算していくんですね。m が2の時は全く同じように、ここに2を代入して、ログ22なんで1。1たす3分の2ログ 3n。小なりこれ1になりますね。代入しただけです。で、これが1だから、こいつに移行して、3分の2ログ 3n 小なりイコール0になるよと。ね、ほな3倍、あ、2分の3倍しても0やよと。っていうことは、0はログ3なんぼかなと。ね。これも一緒ですね。ここを求めたければ3の0乗なんで1です。ね。だから、ログ 3n 小なりイコールログ3、1になって、で、定が1より大きいから代償関係はそのまま n 小なりイコール1と決まる。で、n は自然数やから n は1だけだよってわかると。これで解けたんですね。m が1の時は5個。m が2の時は1個。ということは、m が1または m が2の時、場合分けは足し算なんで5足す1で求めたい自然数の個数は6個。
っていうふうに分かるという流れですね。ここもね、ログの基本さえできていれば、ね、満点は十分狙えるところなんでね、これがもし、難しいと感じた人はね、ログの基本がもしかしたらまだ不十分かもしれないんでね、ログの基礎知識の動画を見直してみてください。